すっげー感動的な BGM 流れてる。おはようございまーす。チラッと申しまーす。君は、すごい感動的な BGM。で、こちらの作品はですね、フリーゲーム久しぶりにやろうかなと思って、フリーゲームバーって漁ったんですよ。おすすめに出てきたんですよ。あなたへのおすすめって出てきて。で、解説文がね、すごいの。もう、ちょっと待って、リードミー読み上げようかな。リードミーなんですね。キャッチフレーズ。プレイヤーを必ず泣かす。感動の嵐、涙のオーケストラ、日本のファンタジーが帰ってきた。などとね、すっげえなんか、なかなかないタイプの。フリーゲームの人ってなんか、こんなこと書く人あんまいないんですよ。僕もフリーゲーム作ってた時はあれなんですけど、こんなこと書かなかったっすよ。こんななんかもう、自分でハードルを上げるようなね、フリーゲーム初めてなんですよね。じゃあ、そんな、もう、豪語しているフリーゲーム、一体どんな素晴らしいフリーゲームなのか気になるんでね、やっていきたいと思います。で、どれだ？あ、これか。ん？あ、え、あれ？ちょっと待って私は今、左上にいるこいつですあのさ、ちょっと待ってくんね。普通こんなゲームにはならん。早速まずね、感動が一つ。まあ、ここにね、まず一つ。オープニングを見せないこと、オープニングとか世界観とかを説明しないことにより、説明しないことにより、まあね、一種のね、プレイヤーに対してストレスをなくすという感動が今ありました。どういうこと？ねえ、しかもさ、何が言いたいかってさ、パーティーおかしくない？勇者と宝箱と宝箱なんよ。あ、あ、来た！ね、ちょっと待って。ハロルドっていうのは、まあ、これ普通には、RPG 作る性のゲームなんで、まあ、主人公デフォルトになりやすいんで、まあ、これはいいんですよ。何これ？アップル。人が幸せになることな。何でもしてあげたい。感動。もうね、こういうことにより、もうメッセージがもう感動を誘ってるわ。次の偏差値って何？人が苦しむ姿を可能な限り長く。いや、アップルパイン、アップルパイン。え？ちょっと待って。びっくりしたわ。ホラーゲームかと思った。あのね。ほら。なんでキャンセルボタンでさ、レーザーの音が流れるの？いやいや。雑な作りやな。アイテムの名は、歌舞伎、蓮舫軍、君との約束。宝箱戦闘になったよ、そのせいで、ほら。何これ、ずっと気になってたんですよ。出張どうなってんの？あ、移動速度。速い、普通、モコミチたるん。まあ、モコミチでしょ。実況者的にはね、モコミチを選ぶのにないんですよ。あ、速くなるんだね。移動速度変えてどうすんだよ。さあ、まあ、とりあえず、いろいろ調べてるものを調べていきましょう。ちょっと待って。もこみちやめるわ。ちょっと、これにするわ。さあ、まあ、とりあえず話そう。感動的なストーリー。なのね、オープニングがなかったり、なんかね、なんかシステムが結構ぐちゃぐちゃな感じがしますけど、ゲーム性が良ければね、すべてを覆すことは可能です。さあ、話しましょうよ。はい。来年は、東京のイケメン男子のビー玉をお腹いっぱい食べさせてくださーい。ファンキュー！ある意味この少女にもね、きっとイケメン男子に何かしらの感動があったんじゃないかなと思うんですよ。ビー玉あげたらどうなんの？え？そのモザイク、ちょっと待って。イケメン男子のビー玉って、おい！ちょ、これ、おい、ダメだって、曲がだってもう、例の対策ともだろ？カットカットカット！翌日、マーシャは死んだ。勝手に魔王の曲使うからだろ？いや。しかもね、割と、そのビー玉ってそういう意味だったのね、俺気づかなかったもん。有名サイトの BGM をポンって使うから、急にマーシャ死んじゃったよ。マーシャルの渦に住まう寄生虫が、激烈衰弱させた。ビー玉に宿る、やめろ、ビー玉って言い方。ビー玉って言い方やめろ。てか、なんでそうなってんだよ。脳、血管から脳へ。
脳からすぐに明白だった。こんな簡単に気づくカレー風味になると別、効果が出るじゃん。今で胸を徘徊すぎる。な、それはまるで、フローリング上のビー玉のように誰がうまいこと言ってた。何これ。ゲームハロルドだって。まあ、こんなゲームオーバー画面初めて見たわ。どんなゲームじゃ。感動というより、どしもれた入っとったやないか。じゃあ話しかけよう。話しかけなきゃ。まあ、でももしかしたら今のは、まあ、ちょっとお笑い的な。まずこいつに話しかけるのがもう、先手じゃないですか。こっから感動のストーリー。頼むぜ。はい。なんでちょっと名前笑ってんだよ。思い出せない、バラチの名前。警察を呼んでも差し支えないですか？差し支えあります！私の名字は天からです。すげえ軽く嘘ついてたんだじゃん。なぜ私の家にお金ないよ。随分と、家のね、なんかね、構造がなかなかすごいけどな。はい。話すの長くないですか？いいですか？はい、天からさん、どうぞ。その一言をおっしゃる時間がない。あなたの長い話を一フレーズだけ短い。何？急に、え、さっきなんかハロルドどっちかって言えばなんかすごい、ね、イケメンぶりやったのにね。何？急になんか辛辣だよ、この人。そうですね。実は私の前世は記憶喪失で、前世は記憶喪失にはならへんねんよ。続けてどうぞ。だから、前世の記憶あるんですが、今世の記憶がないんです。あ、どういうこと？だから、めんどくさいやつになったよね。めっちゃめんどくさいやつになったね、もしかして。とりあえず名前だけでもうるさいかなと。天からですか？この国の名前ではないようですか？そう？別に天からは別にハロルドだからいいんじゃない？でも知らない人に生きがい助けを求めても困りますよね。ごめんなさい。まあ確かに。何言うてんさか！大阪ではガキ、学生、老人、少女、みんな言うとばじまつまんないこと言うでおくんなまし。いいからお前に迫るはずで、たまついてくるわ。よいわ。全部ワイに任せとけ。ワイがパチクかませるさかい。ワイが面倒見てるから安心せい。あ、まかっつとか、とりあえず、まあ、とりあえずフュージョンする。え？とりあえずフュージョンするから、全身の細胞から焦燥がいるの許してくれんの。え？確かに。フュージョンしてる。フュージョンした。なんで、そのフュージョン。フュージョン初めて見た。急にガラタガラタですよ。ハルドはジョージとゲンガー不安定です。確かに。は、ちょっとこっち向いて。どうやって？え？ん？落ち着くか、しらみぎ。ね、あのさ、ハルドはなんかめんどくさいやつなのかさ。ちょっと待って。どうすりゃいいの？俺は。まあ、ついていけないんだけど、主人公のさ、その性格がもうさ、欠如してんだけど、いろいろと、主人公が。根拠はないけど、魔王を殺したら絶対漏れされると思うの。うん、じゃあ、とりあえず魔王死人間か。あ、仲間に入って、え、どういうこと？仲間に入ってるけど、フュージョンしてるけど、どういうことなのこれ。ちょっとおかしくないこれ。ん？変哲のない人間にさ、ごめん。変哲のない、あ、大切な名前を忘れている。大切な名前はいいんだけどさ。いや、うるさい。え、なんでさ、あれ？ガラスの上に立つ男。誰かの名前を忘れているような。装備とかないんだねんで。特技もないねんだったら。なんか天からさん入ったんですけど。なぜか天からさんとフュージョンしてるのに天からさんが二人いるというね、異質な光景になってますけど。男かー。男と言ったらもう自分はもういきなりね、やらないかーって言って出してくんねんけど。はい。Can you win this? え？ Win？ え？飛ばされたんだけど。ちょっと戻れないんだけど。おい！戻らせてくれ！急になんか、君はこれに勝てるかみたいなこと言ったんやろ？要は。僕は隠し妖精さ。隠し妖精ちゃうやろ。どうなってんねん、この1マップで。1マップ RPG か、これ。さあ、主肉の箱が出現しましたね。戦いましょう。主肉って箱だったんだね。魔法、ヒール、スパーク。あ、デフォルトだ。主肉箱なの？死んだ！急にレベル上げられた。だからさ、よくわかんないのよ。その数値が意味わかんなくなってんだけど。おかしいなぁ、もう。なんか、なんだろう。俺の知らないゲームっていろいろあるな。ホムラ。ちょ。ちょっと一つ言っていいですか？ RPG はね、戻れた方がいいと思います。あのさ、
家になってどうしよう俺におすすめしてきたフリームを恨むべきか。トリニティクルイクルがまだマシだ。どういう、何この町の人たちってどうなってんのこれ。どういう構造なのこれって。町。屋根すげえし。家の中で作ったり。あんな簡単にコピーで作れんねやから。大変だ村の東西南から火事だ。なんだってハロルになってるし。名前変わっちゃったし、ハロルだし、こいつ。すぐに救助に向かいましょう。あ、はい。なんだ、そんだけか。何あれ、おかしいな。この人ってさ、俺見たんだけどさ、何作品か作ってらっしゃるんですよ。この人。この人何作品か作ってらっしゃる方なんやけどさ。まだ作り慣れてないから。大変だ！村の消防が死んのは攻めてきた！村が待ちまーす！大変なことになりました。ゴブリンの死内に村の層を殺せて、食料危機です。早く取り返さないと爆笑ストーリーなんだけど。ついてきないもん。視聴者ね、多分ね、ブラズバックしてるぞ。え？鈍行キングを手に入れた。あれ、さっき倒れてる要塞に話しかけたら、見た目変わって鈍行キング手に入れたんだけど。もうちょっと説明が欲しいんだけど、まあ、アイテム、鈍行キングありましたね。出社が世界一遅いと言われた男の汗を凝縮したエキス。いらねえ。ほいで君はずっとなんで回っとるんだ。なんで君はずっと回り続けとるんだ。話しかけないしね。で、君はなんて言うんだ。ほい。踊り男、踊り男なんかい。これは村の崩壊の危機だ。村の宗教が異端であると噂を立ち出す者が、国家周辺に村の転覆を狙って村の中かって悪事を働いている。なんだってバニー。カジルが魔王軍のスパイのせいで顧客データをネットに下げて、預金残業やフリーで全開されていないお客様たちが激怒して、手に取って大乱混乱です。やばい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 。もうさ、グラフィックがおかしいんだよな。あれ、さっきの少女もいるけどね。ドラゴンいるもん。ドラゴンいるけどさ、話しかけられないんだよね。どうなってんのこの世界。ポリスメン。もしもし、ポリスメン。船乗りやったんか。姫かわいい。なんでこいつだけ顔裏つけたんだよ。お前、この人も幼女 30! 私の両親が魔王を滑る超魔王、超絶魔王に殺されそう。絶魔王を探したカオス大帝とカオス大帝を作るとした冥王ゼウスとその全部。どうも。ダンシングトゥーナイ、ポー！え？普通の街の人や。あ、なに？地面踏むとね。ほら。適当な SE が流れとる。すげえ適当な SE が流れとる。踏んだ時に起こるアクションイベントなのもわかるんだけどさ、俺一つ言ったけど、RPG 作るそこそこ触ったからね。私が仲間やってる、キャイ！あ、仲間になってるね、確かに。じゃあ、並び替えで、じゃあ、せっかくでマーシャを入れとくか。うるさいな。猫戦車で無類の強さを誇る。でもさっき死んだじゃん。ゼウスの化身になってるしな、なったお前。なんだったらお前、ゼウスの化身って書いてあるぞ、おい。はははは。二度と戻れないけど、行く。戻るイベントぐらい作っとけ！記憶の橋。すげえ。この異世界マップ見たことある。この背景見たことある。RPG スク触ったことがあるからですよ。さあ、不気味な BGM 流れております。記憶の橋。お願い。押さないで。少なくとも押すことは確定なんだな。右に落とす。左に落とす。まあ私はクラピカ信じないで右に落とそうと思います。そら落ちますわな。あ、意外と普通のイベントの落ち方したな。作り慣れてきたんかな。落としたら、お前も見つけるからな。右に落とす。どっち落としても一緒なんかな。脱税よ。いや、脱税よ。それ落とされてダメですね、脱税よは。なんじゃそりゃ。どっちだ。この人の作品多分ね、戻れんのよ。セーブしとくか。メシアの果て。ほら、戻れへんねん、この人のゲーム。普通に戻れるようにしとけって。悪いことは今、戻れるようにしておけ。あ！さっき落とされた人たちだ。ここに書いてメシアの果てで出会うことになるんだ。落としたから。
絶望の橋に戻る。戻らないよ。絶望の橋に戻るんだったら、ここに戻しておいた方が、わざわざも、ここにしなくても。まあ、戻るとあそこか、じゃあ。名もなき道。名もなき道か。上は？あ、なんだ、戻れん、戻れん、なんだ、戻れん、作ってあんじゃん。ようやく作ってあんのか。なんだ、戻れますよ。皆さん、よかったです。戻れる作品でした。すいません、今まで戻れないと思ってました。あ、で、絶望の橋がここか。左落としたらどうなんの？これは？あ、なるほどね。左にいるんだ。あ、こっちの場合、あ、なるほどね。イベントスイッチを管理して変数使ったんだね。変数かスイッチか。で、この人たちは助かるわけか。これからちゃんと納税するよ。追加税分これから払うから、そんな睨むなよ。なるほどね。地獄の迷路。あ、待って。クラウド赤くなってる。やっぱり、うん、うわあれ？これさ、あれじゃん。気づいちまった、いきなり。話しかけると、消えるから、迷路なんてする必要ないと。せやから申し方ないと。で、絶望の橋に来ると。なんでやねん。あ、なに、単純に行っちゃいけないルートなだけなんね。はいはい。じゃあ、絶対発電をだけ右落としとくわ。